エドアルド・サルビオは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身のサッカー選手、ボカ・ジュニアーズ所属、アルゼンチン代表である、ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。CA ラヌース・ブエノス・アイレス州のアベジャネーダに生まれ、CA ラヌースの下部組織で育った。若くして、トップチームの契約し、アペルトゥーラ2007では1試合も出場することは、 なかったが、リーグ優勝を体験した。2008年8月24日、ボカジュニアーズ戦でデビューし、10月24日の AA アルヘンティノスジュニアーズ戦では、初得点を含む2得点を挙げた。そのシーズンは、ホセサンドと並んで、チームトップの9得点を挙げ、リーグ優勝に貢献した。2009年8月19日、 コパスダメリカーナラウンド16の CA、リーベルプレート戦ファーストレグは0から1の劣勢だったが、80分と90分に得点して逆転勝利を収めた。クラブでの活躍がヨーロッパのクラブから注目を浴び、移籍交渉は難航したが、2010年1月1000万ユーロと報道されている移籍金でアトレティコマドリードと契約した。 アトレティコ・マドリード恥骨炎の治療のためにデビューが遅れたが2010年2月18日の UEFA ヨーロッパリーグガラタサライ SK 戦で公式戦デビューし2月28日のバレンシア CF 戦でリーガエスパニョーラデビューを果たした主に右サイドハーフを務めてシーズン終了までに13試合に出場するなど限られた出場機会の中で検討し 4月25日の CD テネリフェ戦で初得点を含む2得点を挙げた。5月12日 UEFA ヨーロッパリーグ決勝のフラム FC 戦には76分に途中出場し優勝の瞬間をグラウンド上で味わった。外国人枠が埋まっているためにレンタル遺跡が濃厚となり2010年夏にはイタリア、スペイン、 ポルトガルのクラブからオファーがあった。UEFA チャンピオンズリーグに出場できることが決め手となり、8月19日、SL ベンフィカへのレンタル移籍が発表された。SL ベンフィカはまた、サルビオの保有権の20%を250万ユーロで買い取っている。12月18日、リオアベフシー戦では2得点を決めた。チームに馴染むのに時間がかかったが、2011年に、 入ってからレギュラーとなり、主に右サイドハーフで出場した。2月21日、スポルティング CP とのリスボーンダービーでは、先制点を決めた。リスボーンダービーから3日後の UEFA、ヨーロッパリーグ VFB シュトゥットガルト戦では20ヤードの距離から、欧州カップ戦初得点を決めた。2011から12シーズンからセルヒオ・アグエロラが、抜けたアトレティコ・マドリードへ戻った。 SL ベンフィカ2012年8月、SL ベンフィカへ完全一席。2009年1月、U-20 アルゼンチン代表として、ベネズエラで開催された南米ユース選手権に出場し、FIFAU-20 ワールドカップ出場権獲得を逃したチームで、古墳奮闘して4得点した。同年5月20日、ディエゴ・マラドーナ監督によって、アルゼンチン A 代表に招集され、 パナマとの親善試合で A 代表デビューした。この試合は、アルゼンチン国内リーグ所属の選手で構成され、ヨーロッパなどでプレーする選手は召集されていない。ありがとうございます。